はい、ってことでね、まあ、さっきのところからね、全然立ってないです。さあ、走っていくぞってね、ね、道の駅で休んだしさ、ここから一気に走っていくからね、って言ってましたけどね、完全に電源低下です。なんかね、10分ちょっとかな、20分も走ってないな、くらい走ったところで、なんか、温泉の案内が出てきたんですよね。さっき月ヶ瀬ってところです。ここがね、島ヶ原。あ、これも伊賀市ですね。三重県にも入ってきます。すぐ三重県に入ってね、すぐのところに、島ヶ原温泉破っちゃって、なんかね、温泉らしいんですよ。もう疲れましたからね。ね、やっぱ運転手疲れてますし、まあ何やかんやって歩いてますからね。疲れましたね。これはもうね、潔く温泉入りましょう。温泉のマーク出たらね、入れないといけません。そのためにね、バスタオルとかね、常に車に積んであるわけですから、そうなんです。ね、こういう温泉があった時のためにね、いつも積んであるんですよ。今回もそれが行きましたね。まあ結構混んでますね。で、こういう山の中なのにって言ったら、あれですけど、すごい。せっかくなんで、じゃあちょっと行こうと思いますよ。まあちょっと中も混んでそうですけどね。よいしょ。はあ、バッテリーか。何これ、なんかゆるいしてたらな。バッテリーかっていうのがあるみたいで、あれ走るんですね。EV カーですよね。すごい、3台もありますよね、時代の最盛代行ってますね。すごいです ね。さあ、このでね、まあ、ここはさすがにですね、じゃあちょっとお風呂入っておきましょう。何時まで、何時まで書いてないな。あ、ポストか、1号ポストじゃないですか、ね、はあ、さてグイッとひとっぷら開けてきましたけど、ここ響くな。えらいエコーがかかっちゃいますけど、いやすっきりしました。三重交通も来てるんですね。送迎バスは15人まで55分1時間かけてるんで、 JR からこう来れるんですね。で、まあ、こっちの方は案の定というか、あ、もう日曜祝日とは運休ってことなんで、ちょっとこれはね、気をつけないといけませんね。上野市駅の方に、ね、から直接来てるみたいですけど、まあまあ、島ヶ瀬でね、まあ、JR がやっぱ無難になりそうですね。まあでも、まあ、かなり本数は少ないですけど、関西本線がね、来てるところですね、あれですし、温泉施設だけじゃなくてね、この奥にいろいろね、パターゴルフ場とかね、いろいろとね、本当なんかすごい、いろいろと、ちなみにね、なんかこういう予約の名前にね、山田ってあったんでね、あ、ここはもう、あ、誰かが俺のために用意しといてくれたかなって、予約しといた山田ですけどなって行こうかと思いましたけどね、さすがにそれやめときました。はい、当たり前です。まあ山田多いですかね、こっちの方は。ここら辺もね、全部レピチブル有料化でね、地元に野菜とか売ってるみたいです。これは何なんでしょう、菓子工房らしいけど、こんにゃく工房、なんかよくこうね、伊賀の方に来るとこんにゃく作ってますね。うん、島ヶ原、名前も込み、あとあれですね、島ヶ原はあれなんですね、有名なもので、ハサメ図っていうね、お酢があるんですよね。あれって、そうか、島ヶ原 でしたかとね、書いてありましたんで、ああ、そうか、そうかと、いうところでね、なんか、他にいっぱいあるのは、反対側か。体験工房なんか、まあ、昼間やったら、こう、できるんでしょうね。奥さん連れとかでね、家族でね、こうね、いろいろな、なんでしょう、こんにゃく作りとか体験できるのかな。あ、そう。でね、まあ、ちょっと明日、軽食コーナーと、こっちはね、レストランがあって、で、さらに宴会ができるような宴会場があってっていう、まあ、面白い作りなんですけどね。で、こっちの軽食コーナーのところにね、あれが、その、ハサメ酢を使ったハサメ酢ソフトクリームだなってね、あ、ちょっと行こうかなと思ったんですけど、さすがにね、ちょっとね、もうね、2連チャンで来てますしね、明日ね、明日健康診断なんですよね。さすがにね、ちょっと健康診断前にね、ソフトクリーム3個はね、ちょっとね、いやいや、まずいぞ、ということで、ね、ちょっと今回はね、我慢した。
動いてる。そうです、今回ちょっと我慢しましたということでね。まあもうねどうかなと、またここをね、聞かせていただきたいと思います。先日はね、やっぱね、アルカリ性強い。なんか、伊賀の方に来ると、アルカリ性が強い、ぬめっとしたね、ゲラ温泉みたいなね、またちょっと匂いが独特でしたけどね、非常にいい温泉でした。すっきりしまして。で、ちょっと休憩所でね、軽く仮眠をとって、今、まあ、5時前、ですね。あ、ここは閉まっちゃったみたいですね。ということでね、なあ、またぼちぼち帰っていくと思うんですけどね。一つだけね、ちょっと困ったことがあって、まあ、こっちの方ね、地方に来たらあるあるっちゃあるあるなんですけど、言ってたじゃないですか。途中でね、ちょっと、満喫なりでも入ってね、ちょっと休んでね、なんてこと考えてましたけどね。そうなんですよね。そもそも満喫ないんですよね。伊賀の方とか。しまったな。快活クラブもできてないですからね。いやー、参ったな。どうしようかな。とりあえず行けるところまで行きますかね。で、また亀山で休むのか。もう、こんなんだとりあえずね、四日市まで頑張って帰ってもいいんですけどね。どうしようかな。どうしようかなってところでございます。はい。ちなみにこんな感じね、園内マップ。さっき入っとったのはお湯ね、やぶちゃんよ、ここですけど。ね、結構広いでしょ。ぐわーっと広くて。あちこち、オートキャンプ場とかもね、あるらしくて。今ね、オートキャンプやる人がね、なんか受付して行ってましたね。すごいですね。日曜日なんですけど、まだね、明日休みなのかな。結構、咲いてる。行く方も日曜日ですけど、いるみたいで。いや、人気でいいことです。ありがたいことです。ちなみにね、面白かったのがね、ここ、土日800円だったんですよ。平日は700円なのかな。みたいなんですけど、あのね、タオルがついてくる。800円でこう、フライスタオルがついてくる。あそこみたいにね、希望層、ね、まあ、8月からね、希望層さんは、そのフェイスタオルのサービスがなくなっちゃうんですけど、ここはそのフェイスタオルのサービスがやってまして、今でも、どんどん今後もやっていくということなんですけど、でね、どんなタオルなのかって言ったら、こんなタオルなんですよ。こんなタオルがね、ついてね、800円なんですよ。これはちゃんと、はい、破っちゃうねって書いてありますね。何お前、何持って帰ってきとるんやってね、言うところなんだけど、なんとね、これね、持って帰っていいらしいんですよ。ありがたい話ですね。ちょっと拭いとこう。持ち帰り OK で、料金に含まれてますってことね。タオル代込みらしいんですよ。すごくありがたいですね。でもなんかね、だったらそんなにね、でもね、使ってる人は少ないんですよね。なんでかなと思ったら、どう地元の常連さんはね、そんな毎日もらってもしゃあないですね、っていうことで。で、なんか、もらわんとなんかスタンプカードみたいなのがあるから、エコバッグのエコポイントみたいな感じなのかわかりませんけど。でも、ね、それがたまるとなんか得意になるみたいなやつ買ったりとかあるみたいで。全然地元の人は、まあ、タオルなしでもいいよ、というね、いう感じで。まあ、長い来る人はそれでいいし。まあ、ね、一回しか来ない人はこれでね、土産になって。まあ、800円でね、ついてですから助かりますね。で、バスタオルもレンタルつけてもプラス100円ってことなんで、900円でいきますからね。これは、で、完全手ぶらでいきますから、これはかなりいいですね。はい。で、平日はもうちょっと安いのか、100円安いのかな、みたいな感じなんでね。だとすごくいいサービスだな、ということですね。これはね、いいですよ。で、先日もね、非常に良かったですからね。はい。よいしょ。また来たいと思います。はい。